楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回は大きすぎる着物の着方攻略法ということでお伝えをしてみようと思います。大きすぎる着物というのはどこが大きいと思いますか？一番に思いつくのは丈ですよね。私が今着ている着物は私の身長153センチ自称ですよ。ちょっとサバ読んでます。153センチに対してこのお着物の身丈は今日はね170センチです。っていうことは随分長いんですね。ご親戚の方にいただいたり、そしてお着物始め立ちの時には売れた出来上がったお着物を着られることもあると思います。そういう時に大きな着物に袖を通さなくっちゃいけないっていう場面ありますよね。私も着物習いたての時にはそうでした。その時にお教室によっては先生の真似をしてください。私と同じにやってねって言われること多いですけども、大きな着物、ジャスト線の先生のぴったりのお着物と同じように腰紐を締めてもうまくいく道理はないですよね。ですので今日の大きすぎる着物の攻略法は、どの位置に締めたらどうなるか、その時にはどんなものを使ったらいいかということも細かくお伝えしていこうと思います。お気楽屋の実際の教室でも今の私にぴったりのお着物持ってきてくださる方も、お嫁入りの時に持ってきた小さいお着物を持ってきてくださる方もいろいろです。ですのでその方その方に合わせた腰紐の位置というのがあるんですね。ですからお気楽屋のお教室では真似をしてくださいっていうことは一切言わないようにしています。その方が一番きれいに着れる着物の位置をお伝えしていますよ。今日は大きすぎる着物ですけども、大きすぎる着物の方が案外にあらは隠せます。また機会があったら小さすぎる着物もやってみますけども、小さすぎる着物はちょっとね、あらが目立ってしまいます。そんなことをちょっとこの後実践でやっていきます。大きすぎる着物をそのまま着てしまうとこんな感じになってしまうんです。これは残念ですよね。ぜひ残念な着方にならないように実践編じっくりとご覧くださいね。では大きな着物の着方やっていきますね。その前に大きな着物っていうと皆さん縦も横も大きいですよね。今日の動画は今から着物を始めるんだけども買ったお着物ちょっと大きいっていう方にも、そして痩せてしまったんだけども横幅が大きいんですっていう方にもぜひ見ていただきたいです。まず第一に縦、身丈が長い。私は153センチですけども今日使うお着物は身丈が170センチあります。その時によく考えられるのが腰紐の位置を変えるということですよね。腰紐の位置って一言に言いますけども、あ、じゃあ高い位置に締めたらいいんじゃねって思っても、この押してみてくださいね皆さん。肋骨の上で締めてしまうと肋骨は息吸う時に膨らんでしぼんでっていう動きをしますので、ここで締めてしまうと腰紐は固定できません。腰紐の位置はこの太ももの上、出っ張った骨、腸骨と言いますけども、この骨とご自分のあばら骨を触って骨がなくなった間、このわずか10センチの間を上げ下げして丈を決めていきます。その時に高い位置にするにしても低い位置にするにしても補正をしてなければ結んだ位置で固定することができないんですね。ですので大きなお着物を着る時の一つ目のポイントは補正をちゃんと入れるということです。補正を入れることで、この腸骨とあばら骨の間、10センチの間に腰紐が移動することができます。これをしてないと、どこで締めようと一番細いこのウエストの位置に紐は返ってきますよ。ですので、まず一番は補正をちゃんと入れてくださいっていうことです。そして、着ていきます。今日のこのお着物は、身丈が170センチ。相当長いですよね。羽織ってみますね。羽織る時も、肩にかけたら引っ張らずに肘を張るだけです。そして、手を入れていきます。お袖忘れないように入れましょう。ここで確認をしておきます。そして背中心合わせるのは掛け襟。後ろを沿わせていきますよ。裾が映ってるでしょうか。もう裾、足元から30センチ近くはね、もう長いですよね。まず丈を上げていくんですけども、この時に今日私の身長からこの着丈というと、一番高い位置でね、もう締めたいです。私はウエスト補正をちゃんとしていますので、腰紐で締めることが多いですけども、もっと楽にと言われる時には、このウエストベルトもおすすめしています。ウエストベルトのいいとこは、体にそんなにきつく締めなくっても、着丈が固定できるというとこです。皆さん、このウエストベルトを使うと、すぐなんかね、ビロビロになってパンツのゴムみたいに伸びてしまうってよく言われることあります。それはベルトを伸ばしすぎです。今日はね、お気楽屋でこのベルト買ってくださっている方多いので、このベルトでね、第一腰紐は着てみようと思います。まず、長さの合わせ方です。ゴム伸びるんですけども、伸ばさない状態で、今日は私はこれ着丈がぐんと長いですから、あばらのすぐ下で締めようと思います。伸ばさない状態であばらの下に沿わせていって、この留める位置がだいたい25センチ離れて、こういう寸法の合わせ方をしてみてください。留める時にこの25センチを伸ばせばいいだけです。そんなにギュッギュ締めてないですよね。ギュッギュ締めてもいいことはないですし、固定はできません。ウエスト補正をしているので、この位置でもう動かないですよ。これが着丈をまず合わせるポイントになります。では、ベルトを使って着ていきましょう。しっかり上げたら、今度ここからはですよ。大きな着物は丈も長いけども、横も広いんです。横を合わせる時のポイントは、まず左手に持ってる上前の幅を決めていきましょう。平行移動です。この時に上げないでくださいね。上げて合わせていくと、もう着物が斜めってきますよ。丈を合わせたら、左手平行移動して右の腰。右手前ならえです。こうして姿見を見たときに、右脇、ぐーっと巻き込んでないかな、長襦袢が見えないかな、ここで確認をしてください。今日の私のお着物は、身幅も広いですから、ギリギリ見えない位置にすると、脇の縫い目、左脇の縫い目は結構後ろに寄っています。大きな着物で後ろに寄る方は、まだ、許容範囲です。左手の上前、平行移動で右の腰、右手前ならえ、姿見を見て、右脇、襟の下、長襦袢が出てないかな、回り込んでないかなと確認をしましょう。一旦広げました。そうするとこっち、右手に持ってる方は相当余ってますよね。これを入れるコツは、両手前ならえにして、はい、右手平行移動。ごっちんこしました。そのままスライド。脇の下。体温計挟んで。たるみを取ったら左手また平行移動。外に半返し。右手で今から締めるあばらのすぐ下を縦に押さえましょう。こうすることで着物が落ちてきませんよ。左手の親指見厚口に入れたら左脇のたるみを取ります。そして先ほどのウエストベルトです。あばらのすぐ下です。私はねこれ着丈長いですからなるだけ上。でもあばらにかかるとちゃんと止まってくれません。この位置で固定をします。後ろは少し上げてあげましょう。そして上前、妻今日上手に上がっているのでこのままいきますけども、下前ちゃんと入ってるかなって確認をします。今日のお着物は相当身幅が広いですからこうしっかりと上げていきますよ。その時に右手最初から引き上げてないですから右の丈も短くなってないです。襟のとこ直角のとこは直角に着てください。そしておはしょり整えてみますね。153センチの身長で170センチの着物、ギリギリ上に上げれるあばら骨の位置でベルトをした長さがこれになります。どうでしょうか。これで仮に帯をした姿もうほとんどねおはしょり構わなくってもいい長さになっています。かけ襟で背中心を確認したら襟を沿わせていきます。そして右左と打ち合わせ、左手見厚口から入れて下前の襟中で掴みました。右手もアンダーバストで掴みました。姿見を見ながら襟合わせをしていきましょう。そして下まで襟全部たどって沿わせていきます。でここで見てみてくださいね。必ずおはしょりは船底、今日はねあんまりなってないですけどね、左の方がおはしょりって長くなるのが普通なんですね。今日のベルトを使う一ついいとこお教えします。斜めになる左側をベルト少しばらしてください。上にですよ。そうすることでもうおはしょりはまっすぐになってくれます。ここ後からね引き上げてだて締めで留めたりしますよね。そんなことをしなくってももうまっすぐになりますよ。ベルトのこれはいいとこです。かけ襟合わせて後ろまで、そして身幅も広いんですよね。その時に通常でしたら襟幅は内側に3センチずつ折って襟の幅だんだん広く着るんですけども、すごく広い着物を着る時脇がダブダブしますよね。その時にはもう私は襟幅をもう棒襟半分に折って着ることが多いです。バチ襟のようにしてねここ真半分に折っておきます。そうすることで横の幅が少しはここでスリムに切ることができます。ダブダブ大きいお着物の時には内側で私は一重上げをすることをおすすめしてないです。ここで一旦もうね胸紐をかけてしまいます。すごくたくさんねここ余りがあるお着物の時に中で一重上げをしているともっともたついてくるので、ここでは一重上げをせずに襟元をまず固定します。そして後ろです。おはしょりちょっと引いて背縫い背骨の上にちゃんとあるかねって確認をしましょう。片っぽの手で必ず中心を押さえといて横に寄していきます。たるみをその時にマイサイズのお着物でしたら肩甲骨の下で少し余りをタック取ることをお伝えしますけども、全部脇にいらないものは持っていきます。そして前から見た時ここも大きいですよね。このたるみも下ろしていきましょう。右手で脇を持って引き下げです。反対も左手で腰紐持って引き下げです。これで腰ベルトから下、おっきいなりに、手縫いはね、もうここですからね、脇までいってますよ。おっきいなりに下半身きれいに沿わせることができました。そして胸紐から上、襟幅も通常よりもたくさん折り込んで、脇のたるみはしっかりと下に下ろして、なんとなく体に沿った着方が出来上がり、そしてこのおはしょりの中のゴロゴロ、ここをね、調整していきましょう。しっかりと引き下ろしたら、左脇、腰紐の下に見厚口のポケットがあります。そこから指をちょっと入れて、右手はおはしょりの中に入っていって左脇、中のゴロゴロを左手のチョキに渡してあげて、引き出しますよ、これ。ほら、中のゴロゴロが出てきました。そうすると、引っ張り上げると、この辺まではね、中のおはしょり上がってます。でも、この真ん中ぐらいからはまだあるんです。右手で腰紐、胸紐の上までゴロゴロを持ち上げました。腰紐のすぐ下に、わかりますかね？ちょっとゴロゴロが溜まってますよ。そして、長さを整えましょう。後ろ。身丈が長いのを紐で着てたりすると、ここもぐーんと長いことがあります。そういう時には、私は真ん中をつまんで、この1本目の腰紐にはせます。今日はね、そんな長くないから、このままいきますよ。はい、ゴロゴロをきれいに閉じました。そして、だて締めです。ゴロゴロここに溜まってますから、それを押さえるようにだて締め。モスのだて締めは後ろがね、折り返す必要ないですから、もうこのまま前に持ってきて紐を入れていきます。そして帯板です。お袖を上げて帯板をしていきます。この段階で上げすぎたなと思ったら、静かに下に引き下ろしてあげてください。帯も結んでいきましょう。中心にクリップをしたら、あやめ結び結んでいきますよ。どっちの色がいいかね。今日はね、からしで結んでみようと思います。右腕で基本の55センチ、そこから一手と半足して真ん中のクリップで留めましょう。手先を肩に預けたら、はい、回っていきます。自分が回ると足元に帯が絡んだりしませんよ。一度目の引き締め、押さえておいて、ゆっくりで大丈夫。左手で背中、右手で迎えに行く。もらってから回ってください。2回目の引き締め、右手は帯の下、手にかぶせましょう。左手は帯の下を触って、そのまますーっと背中まで。2枚ちゃんと重なってるかなって確認です。内側の1枚をつまんだら、脇にじわって引っ張ります。右手、脇まで迎えに行って沿わせていきましょう。手先を下ろしたら、右手でクリップを取って、右脇下に移動です。これね、右脇下って、お教室でね、よく間違えられる時あります。右の脇の帯の下に移動ですよね。必ず下に移動してください。両手を離したら、手先を左胸の前に移動して、裏返します。元をきれいに開いたら、20センチ先に手が出ていって、左から上に重ねて半分折り。胴に巻いた柄と同じ柄がまた出てきますよ。そして2回折り上げます。脇、たるみがなくなります。手先を上に重ねたら、でさっきもう引き抜くだけ。はい、締めました。立てました。今日はちょっと長い帯ですので、台を作って手先で包み込みます。上に出てきた手先でお羽を作ります。私は今日は片ひだにしてみますね。そしてお気楽バンドです。結び目からです。リボンだけじゃなくって結び目から留めていきます。マジックテープでピョッと留めるだけ。はい、そしたら裏返して裏を見ながら垂れ先まで手が移動。垂れ先を一番奥、結び目の内側通します。まっすぐ引き下ろして右のお羽に沿わせてみましょう。リバーシブルですからね、裏がちょっと出るとポイントになります。羽留めといて、はい、真ん中4m40ですからね、ここ結構余ります。余ったものは入れて台にすればいいんです。タックを余り取りましたよ。そしたらぐーっと上げて、はい、帯板と帯の間に入れてあげます。短いものはね、足すことはできませんけども、長い帯は余りを自分のボリュームに変えることができます。はい、真ん中きれいにシワがないかなって確認。リボンの形、今日はどんなのがいいかね。毎回同じじゃなくってもいいんです。回していきます。右のお袖を上げたら左脇持ち上げて回す。今日は張りのある帯ですから、ボリュームがね結構出てきましたよ。これで大きなお着物の着方出来上がりです。私の横幅に対してもすごく大きい。そして153cmに170cmの身丈。それでもこのように一つ一つ道理をわきまえて結んでいっていただければ着ることができます。反対に小さいお着物は今度ね、また配信しようと思いますけども、あらがね出てきてしまいます。あらというのは自分の体をきれいに見せれないということなんですね。また次回、小さいお着物攻略法ということでお伝えしますけども、よくお店の方では太るのはマイサイズから5キロまで、痩せるのは10キロまで、そのお着物は着れますよっていうふうにお伝えをしています。そのわけは次回のまた小さいお着物の時にお話ししてみようと思います。大きなお着物、扱いづらいですけども、ぜひ挑戦して着てみてくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。